ヘッケルホーンバリトンオーボエは、オーボエの同族楽器、バスオーボエとも呼ばれる。この楽器を改良した楽器にヘッケルホーンがあり、相互に代用もできるが、楽器の外見、リードやボーカルの形状、細かい部分での運指など、相違点も多い。バリトンオーボエは、コーラングレのリードと楽器を拡大したような形状で、あるが、対してヘッケルホーンは、 ファゴットと同じくカエデのキーで作られ、ファゴットと同型のリードを用いることが多い。そのため、専門のリード制作技術と、普段使用するオーボエ属とは、若干異なる演奏技術が求められる。バリートンオーボエは、オーボエのほぼ倍の長さを持ち、オーボエよりも1オクターブ低い音の出る楽器である。ただし、オーボエの最低音変動音に相当する音を持たない、機種がほとんどである。 ヘッケルフォーンの中には、さらに半音低い E まで発音できるものもある。近年では、ヘッケル社とは別の管楽器メーカーから、ヘッケルフォーン上のタイプのバリトンオーボエが発表されており、そちらは追加キーによってさらに低いへまでの発音が可能になっている。オーボエと基本的には同じ指使いで、楽譜では1オクターブ高く書かれる。そのため、渡る高楽器に分類される。 音域としては、オーボエとファゴットの中間に位置する楽器であるが、一般的にはあまり用いられない楽器である。ありがとうございます。